えーまあ、何かしらのこの表現活動、ね、例えば演劇俳優とかアイドルもそうですし、まあ、今なはユーチューバーとか、まあ、表出る人じゃなくてもこの画家とか芸術家とかも全部そうだと思うんですけど結構やってるうちにこう誰でも一度はさ自分のことって誰も見てないんじゃないかとか自分のファンなんて誰もいない じゃやってても意味ないんじゃないかとかどうして自分のファンって増えないんだろうとかって思う時ってあると思うんですよでねあの自分も結構そういう時ってあったしっていうか今でもあるんですけどただいやそう思いがちだけどそんなことないよっていうね話をちょっとねしたいなと思います 自分の話をさせてもらうと自分の場合、まあそね、何かしたときにじゃ分かりやすく SNS を更新しましたいいねがい,いっぱいつきますめっちゃリツイートされますコメントがいっぱいつきますとかそういうタイプではないで YouTube 上げますって、まあ、まあ何回か再生されるけどそんなバーって上がるわけじゃないうんとか。 イベントやったまあ集客ある時もあればない時もあるうんっていう感じででまあ結構さあ何かちなんだろう何がいけないんだろう一生懸命やってるつもりだし悪くないと思うんだけどなとかって悩むことって結構あったんですけどでもねこうまあ最近いろいろ考えててあいやちゃん目に見える反応が全てじゃないというか 自分がなくても見てくれてる人ってでもいるよねって思ったっていうじゃあ何でそう思ったかっていうと、ね、まあいろいろ振り返るとね、まあ、自分はそんなね誰もまあそんなに見てないだろうってまあ他まああのね知り合いとかは近しい人はいろいろ行ってくるから、まあ、まあせずその範囲ぐらいしか見てないだろうなとかってまあ思ってたんですけどえー 意外とね、全然知らない人が自分のを見ててくれてて、好きですって言ってくれる人がいるって場面に出くわしたことが結構あったりして、例えば、えー、なんだろうね、一番最初、そういう体験したのはね、もう、米子映画事変で、もう本当、何年、何年か前、何年前だ、あれ、2011年か、まあ、あの第1次の一番最初の事変の時に、えー、 のね、まあ初めて出展した、まあ、事変映画事変って自分スタッフずっと、ね、やってることご存知の方も多いかと思うんですけどその時はもうほんとまだスタッフでも何でもない出展して参加しましたでまあこうねこう、まあ、普通に売店売店というか自分の作ったゲームとか売りながらね,、えー、そうですねラジオで話した、えー、鈴木俊君とね一緒にやってたんですけど1人1人で店番してる時にこう 一人の男性がスッて入ってこられて「あのシルバームーンさんですか?」って声をかけられてああのでシルバームーンって自分が10代の頃学生になる前あの専門学校に入る前に撮ってもう初めて撮って初めてネットに上げた自主映,映画と言えるかすらも危うい まあ分わわからん動画面白,どう面白いかどうかもねちょっと自分じゃわかんないけどシュ,ールにシュール系の動画みたいなねまあそういうのをね上げてた時期があったんですよ若い頃にでまあまあその時結構ね見てくれてた人とかもいるみたいでまあそれからもう何年も経ってあれですけどまさかそんなところでシルバームーンなんて自分の10代の頃の作品の名前を聞くことがあるとは思ってなかったんでえっって思ったまあなんか シルバー,ムーン私のそれをネットで見ててくれたでなんかまあ映画事変でこう、まあ、その方はねこう県外の方だったんですけど、まあ、映画事変に出展してるからちょっと来て声をかけてくださったということであそういうえー、そんな見てくれてた人がいたんだってちょっと驚いたことがねありましてでまた同じようなパターンで言うと コミケに初めて参加した時で,コミケでゲームってたら結構ねさ何か声かけてくださった方がいてあの私が作った同人ゲームとかあネットで、まあ、5年ぐらいかけてねずっと作って制作経過とか上げてたんですけどあのずっと見てましたとかお会いしてみたかったですとか中には私のそれを見て 同人ゲーーム作るようにな,り、ま、なったて今コミュニケーション何回も出てますとかって人もいて「えっ?」て「おあ」ってなんかねそ,そういうねでまあ他にもこうそういう似たような自分がこうまあネットとかに上げていっててで特に反応がないけどまあまあでも反応がある場合ももちろんあるコメントとか。 でもまあまああそんなにたくさんないからまあそんなに自分のこと見てる人っていないんだろうなとかって思ってたけど結構いたりしするんだなって思ってでしかもそう自分のやってたことが結構人の人生とかに影響を与えたりまあ、そういうね感動を与えたりしていたんだとかっていう身をもって知る機会というのがね結構あったなと思いましてそれこそねあの自分のあ 展示やった時もすごいね熱烈なお手紙をねいただいてその方直接その展示の現場ではお会いできなかったんですけどえこんなこんな見てくれてる人いるんだって何が言いたいかと言いますと別に私に隠れファンがいたっていう自慢がしたいわけではなく、えー、だから自分自身はそう誰も見てないって思ってしまっているで外から見ても そんななにに反応が目に見えてあるわけじゃないでも見てくれてる人ってのはいるでそれはね何ていうかねファンっていうものには2種類いてもう、まあ、コメントとかすごいさガンガンしたりしてでリツイートとかしたり没のいいねしたりしてコミュニケーションするのが好きまああのねアイドルとか YouTuber のファンってそういう人が多いと思う 分、まあ、かんないですけどねで現場でその物販とかでコミュニケーションを取るのが好きなファン層そうで一方でいや本人と直接コンタクト取ったりとかにはそんなに興味はないむしろ恥ずかしい自分はね人好きになるとそのパターンだけど自分から絶対絡みにいけないそのまああのねじあんまりたまに「いいね」ぐらいはですることはあるけどこ,この人素敵って思ったら、ね、逆にど声かけられなくなるタイプ だからね、分かるんですけどで多分まあ私のこと見てくれてる人はそういう人が多かったのかなっていう、ね、フ,ァファンとファンって言ってしまうとこう自分で言うとあれですけどそのまあ見てくれてこうお,お声掛けくださった方々っていうのはそういう層が多かったのかなってで後者のファン層がつく人はやっぱ悩みやすいと思うしでも そそういううういいいいい人たたちももるからそこでで腐っってしまうのはねすごいもったいないと思うんですでやっぱ目に見えるところどこ目指してるかにもよりますけどやっぱ目先目に見える反応がある方がモチベーションって、ね、やっぱどうしても上がりやすいと思いますしそこを気にしてしまうのも分かるんですけど、まあ、でも、なんかねそういうずっとそこの活動を続けていくんだったら、まあそのね、目,さ目に見えるところだけを見ててもしょうがないかなって思うし。 なんかね、そういう実体験とかと照らしてもあんまりその意味はないのかなと思います、ね、でまああのやっぱ目に見えるところを本人も気にしちゃうしで周りもね気にしてなんかね、まあいつは人気,、ね、人気ないからやっててもしょうがねえじゃねえのみたいに言うようなねやつもいたりして。 自信をなくしてしまう人とかあいつはだめだよねとかって言うやつもいますけどそういう人は本当と視野が狭いそういういろんなパターンがあるっていうのが分かってないからそういうことを言うんで、まあ、もうそんなやつのことはね気にしないでいいというかね、まあ、気,にしない気にしないのは難しいかもしれないですけど、まあ、実際ねその見える反応が全てじゃないってそれは自分が実体験を通して感じたことなので、えー、間違いない。 でまあ、だからね結構、まあ、自分もねそのアイドルのマネージャーとかやりてた期間が長いんでいろんな相談を受けたりするんですよね、自分のしてた子だけじゃなくてよその子とかとかから。まあね、まあ、やっぱ予約とかが取れないとかなんかね物販とかが、ね、こうあ苦手とかっていろいろ聞いたりもするんですけど、まあ、じゃあね、ね楽なんて取れなくていいよってね俺は言ってた。 だってそれは人気とか能力のバロメーターじゃないもん。予約取れるのは愛想がいい子だから。愛想よくコミュニケーション取れたりとか、なんか、ね、予約得点つけたりとか、まあそれ、そういう芸とは関係ない部分だから、君が本当にそういう、じゃあ芸能で勝負がしたいんだったら、別にそんなものは気にしなくていいよって、俺は相談受けた人には言ってる。で実際そうだと思うし、ねえ。 でやっぱそのしっかりちゃんとやってれば、まあそのね、目先のそういう予約とかがそんなにじゃあ仮に取れなくてもちゃんとあこの人ステージちゃんとしてるなって人はやっぱよ声かけてもらえるし出れば評価もいい評価もらえたりするしで、まあ、逆に言うとそういう目先のそれでしか見れない人たちってのは別にいらないんじゃないってで、まあ、コミュニケーションを売りにすることを否定はしてないそれが好きでやってるならいいけどただそのね 自分がやりたいことと違うのに、それそこが人気のバロメーターだって思っちゃってしまうと、もったいないなあのね少し前のラジオであの、ライブ関係のチケットバック制度っていうのは、ちょっとあまり良くないんじゃないのっていう話をねした回があったんですけど、まあそうやって結局、ね、チケットバックで売れるタイプの人ってのは、やっぱ前者の分かりやすい、愛想で売れる人 がは売れるタイプでじゃあ実力とは比例してない、まあ、それこれはねあの、まあ、言い切ってしまうと問題があるかもしれないですけどただまあ自分が、まあね、年間何十回もイベント見てた時期あのスタッフとして働いてた時はいろんなタイプのあれを見ましたけど、まあ、これはでもやっぱ能力とはね関係ないなっていうのはねそれは、まあ、多分ある程度関わった人ならみんな共通でね わかることだとだ思いますでじゃあ後者のあんまりコミュニケーションに重きを置かないタイプの人たちはじゃあどれだけ芸がしっかりしててもお金を得ることができないつまりまあじゃあそれってどうなのっていうそのコミュニケーションを否定するわけではないですけど芸よりコミュニケーションに重きお金が置かれるシステムっていうのは、まあ、それは芸能のシステムとしてちょっと欠陥があるんじゃないかっていうね、まあ、そういうとこもある話ですよね。 水商売ですよね、それも本当に、キャバクラとかホストクラブとかみたいな、でまあ、水商売やりたいんなら、それでいいかもしれないですけど、いや、水商売じゃないよっていう、真面目にやる人たちの方がね、こうじゃあ、どうなのっていう、まあね、コミュニケーションを否定してるわけじゃないですよ、重ね重ねになりますけど、自分もこの演劇,が、ね、演劇とかやった後のこの挨拶とか。 終わったね、今お客さんと話したりお店やってた頃とかはねお客さんと話すのも好きだったんで、まあ、ただあくまでそれはサブなんじゃないのってそこに肝が置かれるといろいろおかしなことになるしまあでもやっぱその現代って結構そういうとこに目が行きがち反応が返ってきやすいのはそういうコミュニケーション重視の方だからやっぱそこが弱い人とかってやっぱ自分って人気ないのかなとかって思いがち ななのかなってでもそれは違うよっていう話はね、まあ、あの自分もさああのやっぱホールのスタッフとかお店やってた頃ってどうしてもそっち気にしちゃってたんですけど、まあ、ホールやめましたお店も閉めましたで一旦フラットになりましたでそこで考えるとああでもそこ気にしてもしょうがないよねって来てくれた人に楽しんでもらうことはもちろん大事ですけど何だろうねそう その目先の SNS の反応とか,気にしなんか、ね、予約の数とかその1回の集客とかを目に見える範囲を気にしだしてもあんまり意味ないよなってじゃああのね地元のリアルのファンが10人いますじゃあインターネットで見てくれてる人が100人います100人ファンがネットにいますって人と地元のファンは30人いますでもネットでは10人ですって人と まあ反応が見えるのは後者ですけど実質的な数が多いのは前者ですよねっていうでなんかそういうところをちょっと勘違いしてしまうとなんかあ自分ってダメなのかなって本当はファンがたくさんいる見えないとこにファンがいるのに自分ってダメなのかなとかそういうもったいないことになっちゃう、ね、い,いるんですよ周りとかの話とかねいろんな人見ててもこの いや、やっぱなんか反応とかないし、とかって言うけど、言う人もいるけど、自分から見れば、いいるんじゃないとかってね、思うけど気づいてないんですよ、その人は。ね、仲が良かったら自分はそういう、ね、言うようにはしてるんですけど、気づいてない人も結構いたりして、もったいないなぁって思う。いや、それあの、目に見えて反応がないだけで、あなたファンいるよ。こっちか、ら外から客観的に見たらって。うん、でじゃあ、そのね、目先の、そういう、 物を一旦置いて考えるとでもそれはそれでじゃあ何だろうな仕事とかってちゃんとやってれば入ってくるんですよねその手売りでチケット売ってお客さんいっぱい取るぞみたいなのはできなくてもそれで集客行かなくてもいやそれ企業からお金出すんでこういう話どうですかみたいな話とかが入ってきたりとか別のなんかねところでお金得るシステムとか。 そういう話が紹介してもらったり入ってきたりとかってあるんですよね実際それまでねだから自分も独立して起業してってするまでね気づかなかったこととかってたくさんあったんですけどでねだからまあなんだろうなあ,あまり目先の見える部分だけを気にしてもしょうがないで一旦それを バてて切ってしまうと逆に道が開ける場合もあるもうこれはね向き不向きがあるんでそのねバーってねいろんな人とコミュニケーションするのがっていうそういうやり方が向いてる人もいるだろうしじゃあそうじゃない人はそれが向いたやり方もあるそしてそんなあなたそっちの方がいいっていうファンもいるでそういう人はでも目に見えにくいからちょっとそうね自分自身もちょっと分かんなくなりやすいしこう 外部からで評価がついてくるのもちょっと時間かかるかもしれないけどでもそれはもうあなたのファンはいますあなたがちゃんと真面目にやってこうしっかり信念を持って普段ねちゃんとやっていればそれは確実に見てくれてる人はいるし応援してくれてる人もいますでそれそういう人たちはえー、その普段反応はくれなくてもここぞって時にこう助けてくれたりしますし何だろうな そういうい自分はファンとかがいないとかって落ち込んでるときは、なんか、ちょっとそういうことをね思い出してもらえたら嬉しいです。まあ、自分も考えがちなんでね、ちょっとこう語らせていただきました。ねえ、本当、まあなんだろうね、私もね、本当、何度も言いますけど、普段いろいろやってもそんなに反応がある方じゃないんで、あまあ自分の。 そうやって見てる人ってあんまりいないのかなって時々思っちゃうけど、まあ、例えばねおめでたい報告とかあげたらさめちゃくちゃ反応来たりしてあこの人たちは一応見ててくれてるしこうねいい感情は持っててくれてる人たちなんだなっていうふ、ね、だ全然絡まない人とかでもなそういう人たち来たりしてあだからなんかそうね目先にで考えちゃダメなんだなって。 思いますねなのでこう悩んでる人はこう目先のことは考えるなでそれでその目先を基準にどうこう行ってくるやつは気にすんなそいいつは視野が狭いから気になるだろうけどあもうそもそもだってそういうあなたを悪く言う人はあなたの顧客じゃないんであなたに興味がないいや興味はある,あるかもしれないですけどそのあなたに好意的に。 何かをしようとは思ってないんであなたの顧客じゃないんで完全に無視していいし切ってしまっていい対象ですで自分がやりたいベクトルでちゃんと真面目にや,にやっていけば絶対それはファンはつく